長崎にひっそりとオープンした私、玉田圭司が営むバー、ビファーレン長崎の選手がお客様として来店され、すでにたまり場となっている。本日も素敵なお客様がいらっしゃっているようです。玉田圭司のたまり場。本日のお客様は背番号20番ミッドフィールダーの大竹洋平選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。たまり場よ。いや、初めてです。存在は知って、そうですね、なんかちょいちょいやってるなってやってんな、なんかバーあるなと思って、うん、いいバーあるな、行ってみたいなと思って、うん、やっと呼ばれました。あー、よかった。僕行きたいですみたいな人がいっぱいいてくれれば。あー、そうですね、今後増えていくかもしれない。あ、本当？ちょっと広めといて。はい、いいバーある、いいバーある、はい。そうだね、サッカーの、まあ、7連戦中、まあ、4回スタメンで試合に出ることができて、うん、まあ、けどなかなか結果がついてこず、まあ、やっぱ自分が出た試合で勝てないと、まあ、ちょっと責任も感じますし、うん、ちょっとやっぱり気持ち的には沈んでる、ちょっと、はい、まあ、自分のプレーができた試合も全然あって、それでも勝てなかった試合もあったんですけど、まあ、やっぱ自分が出たら、やっぱ試合、勝てるっていうふうになっていきたいので、まあそうだね、うん、ちょっと悔しい流れですね、ちょっとね。俺ももちろん全部の試合見てるけど、余計なプレー見てても、自分のパフォーマンスには全然うまくいってるし、あの得点はしてないから、うん、得点はしてないけどアシストっていう形もあったし、まあ傭兵にはしかできないプレーっていうか、そこでなんか状況を打開したいとかいうプレーができたから、結構チームの軸というか、まあ、新境地っていうか、その中でなんかうまくやれてるんじゃないかなと思って。余計な人はあの、つくこと以外に決定的なパスが出せるっていうところだと思う、うん、まあ、そこができるっていうのがすごい持ち味だと思うけど、あとは得点打つみたいな、うん、全然自ら自分で点を取るっていうところができれば、よりちょっと重要な選手になるかなと思います。うん、そこが欲しいなと思います。今のね、試合クワード試合出ることが多いんですけど、ね、うん、技術もあるし、で守備もすごいいけるし、気の利くプレーもできるんですけど、なんか試合中まだあんまりそれを発揮できてないなって思うんで、もうちょいこう余裕持ってなんかクワードゲーム作るぐらいな感じでやれたらもっと良くなるかなって。それはある。クワにね、連絡したことあったんだよね。でサッカーのことになって普通に連絡したら、なんかたまたま試合見ててもどうですか、ね、うん、ってなった時にそんなようなことが出てきた。あ、そうそう、なんかトラップとかすごいもったいないなって思った。トラップした時になんかすぐ外向いちゃう癖があるっていうか、なんか散らせれば OK みたいなところがあったから、うん、もうちょっとなんか危険なプレーで立てますかみたいな、真ん中で遊び玉を入れたりとかすると面白いんじゃないみたいなのったんで、うん、それに通ずるんじゃないかな。そうですね、ミスしなければ OK みたいな、うん、ところがあると思うから、まあクワに限らずと思います。うん、でバーレンの試合見てちょっとそういうの感じるかな俺は。うん、でなんか一緒に試合してて波長が合う選手って誰？ああ、やっぱクレイソンとか、やっぱそうだね、感覚が絶対そうだと思った、うん、欲しいタイミングでくれたりとか、うん、いいとこに行ってくれたりとか。そうだね、いいとこに行ってくれるね。そう、俺たち出しやすいとこに行ってくれたりとか、うん、それはあるので、
まあ、うまく作れるように。そうだよ、2人が一緒に出てる時って結構そこでなんかリズム作れたりとか、うん、相手外せたりとかしてたから、うん、あ、このコンビ面白いなとは思う、うん、もうちょいやっぱ長い期間やったらもっと良くなるじゃないですかね、うん、言ってでもっともっと、まあ、練習からもそうですし、お互いの特徴とかをもっと活かして、もっとやっぱゴール前にチャンス作れるようにそうだね、もうちょっと前でやれるわけ、そのまね、いけたらいいかなと思います。フレーズの性格どうなんですか？いや、めっちゃいいやつです。あ、そう、はい、なんか全然明るいし、英語もちょっと喋れる。あー、得意でもないよね。いや、俺は全然喋れない。そうなんです、聞き取るのに本当に必死なんですけど。マスターに聞いてみたいけど、やっぱまたこうサッカーやりたいとか、そういう気持ちあるのかな。いや、ある。あるんだ、ね、ある。それはある。なんかレジェンドマッチとか、フレンドリーマッチみたいなの参加してもらうと、うん、まだやれんじゃねえかって思ってから、サッカー楽しいのもあるし、うん、太りたくないからなんか筋トレしたりとか、うん、ランニングしたりとか、うん、どうっていいなって思いました。なんかこうサッカー、もうサッカー選手終わった時に何もない状態っていうのが怖くて、サッカー選手やってるうちになんか何かしら経験、まあ、サッカー選手時間もあるので、うん、その中で何か経験としてやりたいなと思って今カフェと脱毛サロンしてやっていて、まあでもすごいいい経験になっていて、ああ選手もみんな来てくれて、うん、タモさんも来てくれて、すごいありがたいですね。やっぱサッカー選手って結構テーピングとかもあるし、うん、ね、毛ない方が蒸れないし、うん、なんかいいっていうのあるので、うん、まあ、それはちょっと広げていきたい。いいよ。まあ、新婚なんで、ね、楽しくやってます。結婚して、行動パターンとかもちょっと変わった。ああ、そうですね。なんか逆にだから、今まで独身の時はもう、大体外でご飯食うじゃないですか、うん。だから選手同士とか誘ったり、誘われたりして、うん、まあ、いろんな人で行ったんですけど、基本家で飯食うようになっちゃったんで。うん、なっちゃった。いやいや、なっちゃったっていうか、いいことなんですよ。いいことだね。まあでもその分は選手との距離感をちょっと生まれたかな。うん、なんかやっぱ、まあ、コロナ禍だったらさ、あんまり一緒にご飯に行けないっていうのもあるし、そう、今年あんまりこう選手とご飯に行く機会ほとんどなくて、うん、あんまりコミュニケーション取れてない。浮いちゃってる？浮いちゃってるかもしれないですね。思われてるかもしれない。どうでした？いや、こんないい場あったんだって。でしょ、はい、こんな話しやすいマスターって。そうなんだ。楽しい時間。いや、俺も楽しかった、シーズンも残り少なくなってきて、まあ、少し勝てない時期も続いて、苦しい時間もありますけど、うん、やっぱり長崎のために、自分戦っていきたいと思っているので、皆さんも最後まで一緒に応援してもらえたら。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まわりバー本日閉店です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日最後のお客さんなんで、一緒に帰ります。あ、じゃあ、終わりです。じゃあ、うん、お疲れ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。